様のご協力をお願いいたします。この日の機長は福田、副操縦士吉村、バッサーは岡でございます。ご用の際はお気軽に乗務員に声をおかけください。またお客様に安心してお過ごしいただくため、乗務員はマスクと手袋を着用しております。皆様におかれましても、マスクの着用、手洗いや咳エチケット、近い距離、大きな声でのお会話を控えていただくなど、ご協力をお願いいたします。ただいまからご乗り込機の非常用設備についてご案内いたします。テレビモニターをご覧ください。ご搭乗ありがとうございます。本日、空の安全と皆様をお守りするため参りました。私、スターフライヤーマン、これから空の守護神として、皆様に安心して空の旅を楽しんでいただくよう、機内の設備、空のルールについての話をしましょう。手荷物は座席上の物入れ、または前の座席の下にお入れください。膝の裏側や通路、非常口付近には置かないでください。怪我につながる恐れや脱出の妨げとなりますので、ご協力お願いします。皆様が着席されていることを確認して出発いたします。シートベルトはカチッと音が鳴るまで差し込み、長さを調節して腰の低い位置でしっかり締めてください。ベルト着用サイン点灯中は必ずお締めください。サインが消えていても、お座りの間は常にシートベルトをお締めください。外すときは金具の片方を持ち上げます。緊急時に全てのお客様が安全に脱出できるように、離着陸時は座席の背、テーブル、フットレストを元の位置に戻してください。救命胴衣を膨らませます。膨らみが足りないときは両側の根管から息を吹き込んでください。小さなお子様の救命胴衣は客室乗務員がお持ちします。座席前のポケットに安全のしおりが入っています。離陸前にご覧ください。ご質問がありましたら、私スターフライヤーマン、または客室乗務員にいつでもお尋ねください。それでは素敵な空の旅をお楽しみください。ご友人をスターリンク会員へご紹介いただき、